試合開始直後から積極的に攻める大泉選手、木村選手は冷静に見極めます。大泉選手の様子を見終わった木村選手は攻撃開始、じりじりと攻めコーナーに追い込んだところで木村選手の強烈な連打、大泉選手からダウンを奪います。試合再開と同時に強烈な右で襲いかかる木村選手、そこから激しいラッシュ、凄まじいパワーに崩れ落ちる大泉選手、2度目のダウンです。それでも立ち上がる大泉選手、試合再開と同時に攻め込む大泉選手ですが、木村選手が仕留めにかかります。破壊的な左フックからの連打、コーナーに寄りかかるように倒れる大泉選手、ここで試合終了。1ラウンド2分17秒で木村選手の KO 勝利となりました。強烈なドーピングパンチを受けても何度も立ち上がった大泉選手、ナイスファイトです。